っぱり日米っていう関係性になると平和なディスカッションってすごい貴重なのかなって思っていて、一日全部平和について話すっていう日があって、アメリカの高校生と原爆のことだったりっていうのを3時間ぐらいひたすら話し合うっていうのもあって、結構体力的にはきつかったんですけど、内容がとても充実していて、アメリカ側から見た平和っていうのも感じられた。今日は新納愛菜さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、早稲田大学商学部2年の新納愛菜です。留学経験としては高校1年生の時にフィリピンに行ったことと、高校2年生の時に AIG 高校生外交官プログラムに参加したことです。よろしくお願いします。お願いします。まず最初のフィリピンの研修から聞いていきたいと思うんですけど、はい、時期と現地で何をしたかを教えてください。はい、ありがとうございます。時期としては高校1年生の夏8月に1週間ほどフィリピンに研修として行って、実際に行ったこととしては現地の死を待つ人の家だったり、スモーキーマウンテン、あとはスラム街で現地の人と交流したりっていう現地のことを知る、あとはチャリティー活動をやっていきました。はい、その中でも一番印象的だった活動ってありますか？そうですね、一番印象的だったのはやっぱりスラム街の人たちとお話をする機会があったことで、その中でフィリピン研修に参加する前は貧しくてかわいそうだっていう固定観念だったりステレオタイプっていうのを持ってたんですけど、現地の人ってすごく陽気で明るくて笑顔もたくさんあって、幸せって何なんだろうっていうふうに思ったし、物理的な貧しさっていうのはあったとしても心の豊かさっていうのは自分たちより全然勝るなっていうのを感じて、それがとても印象的でした。すごいいいですねなかなか日本にいると、はい、多分そういう経験ないと思うので、うん、そういう新しい環境で新しい幸せの形を学べるってすごい素敵ですね。はい、そうなんですよその時が初めての海外でしたか？初めてではなかったんですけど、それまではただ旅行でアメリカに行くとかその程度だったので、しっかり現地の方と直にお話ししたりとか、気になってた貧困問題結構興味があったので、その興味がある社会問題に対して自分でアタックできたのはそこが初めてだったかなっていう。今もともと貧困問題とかに興味があったっていう話だったんですけど、はい、その問題に興味を持つきっかけとかってありました？きっかけはなんかこれっていうのはあんまりないんですけど、ただニュースで流れてくる貧困っていうのは自分の生活とあまりにもかけ離れてて、本当にこんな世界があるのかなっていう疑問から始まって、そこから結構調べるようになったかなっていう感じです。なるほど、はい、確かになんかニュースとかで見てもふーんとかで終わっちゃいますもんね。そう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 、ただ流れていって終わりみたいなそうですよねその研修に行くにあたって言語の問題とかはなかったですか？多少ありましたやっぱり英語だったんですけど、うん、授業で座学でやってる英語だけだったのでちょっと不安はあったんですけど、実際現地に行くとジェスチャーとかを使って全然コミュニケーションは取れて、心と心でつながってるっていうのは実際感じました、うん、すごいいいですね、はい、すごく良かったです。じゃあなんか経験してみたいと思って飛び込んだって感じですね。はい、そうですねありがとうございます、はい、そしたら次、外交官プログラムについてお話を聞いていきたいと思うんですけど、はいはい、簡単にどんなプログラムだったのか聞いてもいいですか？はい、私は高校生外交官プログラムで2つのパートに分かれていて、ジャパン側と US 側っていうのがあって、ジャパン側はホストとしてアメリカの高校生を迎え入れるっていう側に立っていて、 US 側っていうのは実際にアメリカに行く側っていうのになっていて、私はジャパンの方に参加しました。で、参加時期は高校2年生の夏で、10日間京都でプログラムを行うんですけど、プログラムの概要としては国際交流を超えた人間交流っていうのを掲げていて、その中でチャレンジとプライドとリスペクトっていう3つの軸で実際にアメリカの高校生とディスカッションとか日常生活を一緒に送る中でチャレンジをやっていこうっていうプログラムになってます。そのプログラムはどうやって見つけたんですか？
そうですね、サイトだったんですけど、実際は国際交流っていうのに結構興味があったので、それで洗いざらい探してた時に高校生外交官っていうインパクトのあるワードに惹かれて参加費無料っていうのにも惹かれて、ちょっと応募を決意しました。参加費無料ってすごいですね。結構すごいですね結構惹かれる高校生多いんじゃないかなと思ってます。そうですよね、はい、高校生だとやっぱ金銭面の問題とか出やすいので、日本でそんな経験無料でできるってすごいですよね。すごいですよね。このプログラムこそ本当に英語だけの環境だったと思うんですけど、はい、その中で英語を話すにあたって授業と実践って違う部分が多かったと思うんですけど、はい、その中でなんかエピソードとかここ難しかったみたいなところあったりしますか？そうですね、私結構自分では英語ができてるっていうふうに思ってたんですけど、実際にプログラムに行って全国から集まった日本の高校生とアメリカの全土から集まった高校生とディスカッションする中で、全然話せない自分に気づいて、自分の思いを伝えられないし、ディスカッションでうまく表現できないしっていうので、もどかしさをとても感じて、でその時に結構苦しかったんですけど、そのプログラムの中でルームメイトって呼ばれる、一緒に寝食ともにしてバディみたいな一緒にいる高校生のルームメイトの子に背中を押されて、大丈夫だよって、みんなあなたの言葉ちゃんと聞いてるからっていう風に言われて、あんまり自信のなかったディスカッションの内容とか英語にも自信を持てるようになって、最終的にはルームメイトともいい関係性を築けたし、ディスカッションも自信を持ってできたっていうエピソードがあります。すごい、仲間との絆がすごい深まりますね。はい、はい、難しいです今何度かディスカッションっていう話があったと思うんですけど、はい、具体的にどんな内容のディスカッションを行いましたか？そうですね、多岐にわたるんですけど、うん、例えば政治だったり教育、うん、あとはやっぱり平和問題について話すことが多くて、で特に印象的だったのが平和についてなんですけど、やっぱり日米っていう関係性になると平和なディスカッションってすごい貴重なのかなって思っていて、一日全部平和について話すっていう日があって、アメリカの高校生と原爆のことだったりっていうのを3時間ぐらいひたすら話し合うっていうのもあって、結構体力的にはきつかったんですけど、内容がとても充実していて、アメリカ側から見た平和っていうのも感じられた。その現地の人の声を実際に聞くってすごい貴重ですよね、はい、貴重だった。それで結構自分の価値観だったり考え方とかも変わりましたか？はい、めちゃくちゃ変わって、宮崎出身なんですけど、やっぱり地元でずっと育ってきて、地元の友達、いわばなんかそこがもう家みたいな感じだったからすごく居心地は良かったんですけど、やっぱり考え方としてはすごく閉鎖的だったから、その時に日本全国の子たちだけじゃなくって、なんかアメリカとか世界のいろんな価値観、バックグラウンドが違う人たちとディスカッションできて、本当に考え方変わったなって思いました。その時の経験が今のご自身の生き方だったりとかにもつながってるっていう感じですか？はい、そうですね、バックグラウンドを知って相手のことを知りたいって思うのがすごく大事だなって思ったし、価値観とか文化が違うと、フィリピン研修でもあったように、なんかステレオタイプとかを持ちがちなんですけど、それを理解した上でディスカッションとか対話をしなきゃいけないなっていうのをすごく感じました。すごい大きな学びですね、はい外交官プログラムに行く前と行った後で、自分が一番ここが変わったなっていう部分ってありますか？2つあるんですけど、1つ目はなんか自分に自信を持てるようになったっていうので、行く前っていうのはあんまり自分のことについて考える機会がなくって、長所とか短所も何が何だか分かんないみたいな感じだったんですけど、なんかプログラムを通して自分の強みってこうなんだっていうのを他者から理解させられたみたいな、相手を通して自分のことを知ることができたっていうのが1つ目で、2つ目は一生涯の友達を作ることができたっていうので、たった10日間の国際交流プログラムだとしても、寝食を共にして一緒に苦難を乗り越えてきた仲間だったからこそ、今でも連絡を取る仲間だし、それがこれから先も続いていくんじゃないかなっていうのがあります。すごい素敵な出会いと学びがたくさんある10日間でしたね。すごい濃厚な10日間だったんです。あっという間だったんですけど、そうですよね。それは何人くらいのプログラムなんですか？
日本側が20人で、うん、アメリカ側が20人。あ、なるほど。結構小さめな。あ、そうです、そうです。なので、個々のことを深く知れるっていう面で、うん、全員と仲良くなることができました。それはすごい素敵ですね。自分の英語力についてなんですけど、はい、プログラムを通してどのくらいスキルアップできたかって。あ、そうですね、行く前と行った後じゃやっぱりスピーキング的な部分で全然違かったなって思っていて、現地の英語を学ぶっていう点でスラングとかだったり、うん、使いやすい英語っていうのを学べて、自然と英語が発せるようになった、うん、言葉に詰まらなくなったっていうのはあります。なるほど、ありがとうございます、はい、としたら一つ聞きたいんですけど、はい、外交官プログラムでたくさんのことを学ばれたと思うんですけど、はい、それが現在の大学選びだったりとか、はい、自分の進路を決めるにあたって何か影響したりしていましたか？はい、めちゃくちゃこれしてて、今大学生活の中でその高校生外交官プログラムのインターンをやっていて、これが大学生活での一つの目標だったから、うん、このコミュニティにプログラムが終わっても携わりたいなっていう思いがあったので、その点で大学生活でも携われてる喜びがあります。でコミュニティに属してる人たちも目標高い人たちばかりなので、そこで揉まれて揉まれて刺激し合って頑張れてます。すごい、自分が参加する側からサポートする側になって、はい、違う視点からプログラムを見ることがあると思うんですけど、うん、はい、その活動の中で大きな学びってありますか？そのインターン側に回った時に、はい、めちゃくちゃあって、やっぱり参加する側と運営する側って全く違っていて、プログラムの方向性だったり運営する時企画も全部大学生スタッフが作ることになるので、自分の見せたい像を直でアクティビティとして届けることができるっていうのがすごく楽しいです今。すごい楽しそうですね。めっちゃ楽しいです。そうですね、自分の経験を生かして後の世代につなげられるってすごい素敵なことですよね、はい、ありがとうございます。最後に留学を考えている人に向けてメッセージをお願いします。はい、皆さんのチャレンジが絶対に皆さんの人生を豊かにすると思うので、ぜひ一歩迷ったら踏み出してみてください。 Step out of your comfort zone で頑張ってください。今回は高校生の時に外交官プログラムに参加され、新納愛菜さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。飛び立て留学チャンネルでは今後も様々な留学情報を発信していきますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしています。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。